はい、はじめまして、クラブソウルのノアです。はじめまして、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。では、本日3部のホストクラブに突撃調査ということで、はい、まず、ノアさんに3部の簡単なちょっと説明の方をしていただきたいと思うんですけれども。そうですね、はい、3部はその普通の仕事と、はい、まあそんなに変わりがなく、まあ時間がそんなに他の仕事と変わらないっていうことで、でもまあ時間が他の仕事と変わらないのに、かなり稼げるチャンスがあるっていうのが、まあ3部の一番の特徴ですかね。ちなみにその他の仕事と変わらないっていうのは、営業時間は何時からなの？営業時間はまあ7時半から14時の間ですね。あ、なるほど。はい、もうそしたらもう普通に早いですよね。そうですね。何時ぐらいに起きるんですか？僕はちょっとまあ出勤時間の関係もあって4時に起きてシャワー浴びてからの準備して出勤ですね。結構しんどそうですね。まあでもそれが当たり前っちゃ当たり前なんですね。そうですね。なるほど。でまあ3部ということなんですけれども、まあ他に今1部や2部あると思います。はい、そこで、まあ、強いて言うならば1部と3部の客層の違いについてちょっと簡単に教えていただきたいんですけれども。そうですね、はい、客層の違いについてはやっぱり3部に遊びに来るお客様の方々はその1日前から飲んでるとか、仕事終わりで誘われて飲んできたっていうのがやっぱり多いんで、はい、ちょっと1部2部の方々よりも頑張らなきゃ売り上げは上がらないのかなっていうのがちょっと思いますね。それは客層は多分1部と2部とは違いますね。またその指名をするっていう意味じゃなくてもうただ単に飲んだ延長線でこう遊びに来られる方が多いってことですか？まあやっぱ飲み足りないっていう方がとても多くて、はい、やっぱりじゃあ3部で担当の方を探そうっていうのは、まあ少ないですね。かなり少ないですね。いいですね。逆にその3部で働かれていてちょっとここ嫌だなっていうのは他に何かあったりするんですか？そうですね、酔っ払いの方々がちょっと多いのがそうですね。僕ちょっとお酒弱いんで、はい、飲まされると大変ですね。なるほど。ここ最初の始まりが結構お客さんの方がテンションが高い。そうですね。なるほど。一番最初の時接客の時とかも、はい、ちょっとやっぱり眠気が取れてないんで、ああちょっとテンション上がらないから、はい、早くから来てくれたお客様にも失礼かなっていうのはちょっと思うんですけど、それうまくこうやるコツって何かあるんですか？ノアさん的な。とにかく喋んなきゃもうダメなんで飲み込まれるみたいな。そうですね、とにかく自分のペースに持っていかなきゃいけないんで、お客様に負けないようにですね。負けちゃいけないんですよね本当は。わかりました。で最後に一応3部で働く効果を担っている方に向けて、先輩としてちょっとメッセージをお願いいたします。そうですね、まあ1部2部と比べて3部はやっぱり時間の融通も利くし、クラブソウルではやっぱりアットホームですごい働きやすいので、先輩方もいろいろ教えてくれて、スキルアップも他の店より早いのかなって思いますし、はい、とにかく3部で働くんだったらクラブソウルしかないでしょって感じですね。まあ今は上げてないですけど他にもいいところたくさんあるんで、体験入店なり本入店なりでまあいいところをその身で実感してほしいなって思います。はい、とてもいいメッセージありがとうございました。ソウルのノアさんでした。でした。はい。